歴史を知れば大河ドラマの演出がもっと楽しくなる。史実と異なる演出にこそドラマの面白さがあるのではないでしょうか。こんにちは、のぶたです。今日は36話「待ち望まれた日」の秋子の出産と敦平親王の以下の祝いを詳しく解説していきます。1、秋子の出産。寛光4年、1007年12月頃、秋子ちゃんがついに懐妊しました。秋子ちゃん、これまで長い間辛かったね。おめでとうございます。実は、秋子の懐妊は、道長よりも一条天皇の方が先に知りました。道長は、一条天皇から、何も気づいてないぬーと言われて、初めて秋子の懐妊を知りました。映画物語に、道長は涙目になって喜んだとありますが、ドラマでもそんな表情をしてましたね。ドラマで金藤たちが飲んでいた時のように、世間の人々は第二王子が男ならきっと東宮になるだろうと噂しました。ドラマで雪成が言っていたように、実はこれ以前は天皇の第一王子が必ず東宮になってきたんです。第一王子は貞子の子で、秋子と仲良しの敦康親王です。つまり世間の噂が意味することは、道長はありえんぐらい強引なことをするだろうということなんです。秋子が土帝殿に里帰りしたのは4月13日でした。ドラマでは省略されてましたが、6月14日から1月ほど、秋子は一旦代理に入っています。秋子ちゃんが一条天皇に会いたかったのか、一条天皇が秋子ちゃんに会いたかったのか、かわいいですね。9月9日、秋子ちゃんが産気づきます。秋光や金末といった公卿も道長のもとに訪れました。実は、これちかも10日に道長の家に来ましたが、追い返されています。そりゃねえ。一方で、秋子ちゃんの無事な出産をみんなで祈ります。ドラマと違い、原作、史実では女房みんな白装束です。あと、この前、2000人で道長の家を燃やしに来た情緒も、原作、史実ではこの場で祈っていたのですが、ドラマではいませんでしたね。9月11日の正午ぐらいに、ついに秋子ちゃんが王子を産みました。巫女ね。9日の夜からなので超絶難産でした。秋子ちゃん、子供が無事に生まれてほんとよかったね。赤ちゃんのへその緒を切ったのは智子ママでした。この日から7日間連続でお湯殿の儀という新生児を産湯に浸からせる儀式が行われます。初日は道長が新生児を自ら抱き上げてお湯殿の儀に臨むほどの喜びようでした。9月13日は中宮大夫忠信が主催する三夜の産養の儀でした。産養というのは小児誕生後に行われた祝宴の儀式です。9月15日は道長パパが主催する五夜の産養の儀でした。この時、屏風の後ろで夜通しお祈りをしている僧がいるのですが、紫式部がいきなり屏風を開けて僧をびっくりさせるといういたずらをしました。ドラマではお堅い真宙も、原作、史実では羽目を外すこともあるようです。なお、ドラマでもあった真宙が望月の歌を歌うのは、原作、史実ではこの日です。9月17日は一条天皇が主催する七夜の産養の儀でした。紫式部は少し痩せたけどますます美しくなった秋子の様子を紫式部に書き記しています。ドラマでは秋子ちゃんは出産してついに本当はずっと好きだった青系の衣をつけるようになりました。ついに自分を出せるようになったんですね。よかったね、秋子ちゃん。9月19日は頼道が主催する九夜の産養の儀でした。しつこいですよね、産養。この頃の道長は朝も夜も巫女を見に来て、巫女を抱いて眠っている女房の懐を勝手に探って覗き込んでいるほどのはしゃぎようです。巫女におしっこをかけられた時も、道長はこんな時が来たことが嬉しいと大満足でした。お産が相当きつかったのか、あきこちゃんは10月10日過ぎまで床にありました。ドラマのように一条天皇があきこのもとを訪れたのは10月16日でした。これ、天皇の方が里帰り出産した妻を訪れるというのは実は異例です。9月に一条天皇が「あきこといつ会えるの?」と道長に聞いたら「11月っす」と返事されました。そこで一条天皇は「早く会いたい。じゃあ僕から会いに行く」って言ったんです。一条天皇、かわいいとこありますよね。あきこちゃん、愛されてるよ。よかったね。ただ、少し気になる記事もあります。あきこちゃんは、会いに来てくれた一条天皇に笛を送るのですが、一条天皇は笛を吹きませんでした。実は、これより数年前から、かつて笛が好きだった一条天皇が笛を吹く歴史記事は途絶えているのです。一条天皇は、完全に笛を絶ったのでしょうか。幼い秋子に言われたことがトラウマだったのでしょうか。この日、親王宣言があり、巫女に篤平という名が付けられました。篤平という名を考えたのは、赤染衛門の夫、大江の正平なんですが、ドラマでは触れられませんでしたね。大江の正平、ここで登場しなかったらどこで再登場するの?あの話かなあ。一条天皇は道長の位階を上げようとしますが、道長は辞退しました。一方で智子の方は破格の11位となり、道長の位階を超越しました。道長以上です。2以下の祝い。11月1日、公卿たちが羽目を外しまくっていた以下の祝いです。秋光は老体で悪酔いして、機長を引きちぎって、バーって言って女房の奥義を奪うし、高家は柱の陰に女房を引っ張り込んでうざがらみするし、ロバート実資は酔って真っ赤になり、女房の袖口の衣装の数を数えていました。ハマってましたね。このシーンのためにロバート秋山さんを抜擢したのかと思いました。貴公子金刀も若紫はいませんかと真宙に絡んで全拒否されていました。ドラマで酔っ払った時もイケてるポーズで女性に絡むところが金刀っぽかったです。ドラマでは金刀にムカついたのか、道長がやってはいけない匂わせをやってしまいましたね。実はこのシーンは結構原作史実に忠実で、原作史実でもベロンベロンの道長が紫式部にドラマにもあった和歌を読ませて、道長は紫式部の和歌を2度繰り返した後にドラマの和歌を読んでどやりました。しかも原作史実の道長も自分と秋子は褒めても智子は褒めないという空気を読まないことをしました。智子はちゃぶ台は返しませんが、怒って宴会場を抜けました。道長もさすがにやばいと思ったのか、智子を追って去っていきました。ドラマの道長は全然やばいことに気づいていませんでしたよね。怖っ。赤染衛門も絡んだドラマのラストシーンは恋愛勢大盛り上がりでした。今後の展開が楽しみです。これからも大河ドラマ話や日本史の話で盛り上がっていくので、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。ありがとうございました。